はい、こんにちは、Qさんです。いつもありがとうございます。はい、バンコクです。ちょっとね、喉が渇いたんでこんなん買ってきました。これマンゴージュースですね。厳密に言うとね、マンゴー入ってるんだけども、シロップ味の方が強いなっていう感じがするんで、まあまあ美味しいです。うん、今塊が入ってた。これね、これ30バーツなんですよ。これ日本円にするとね、100円ちょいだと思う。だけどね、なんか10掛けの法則みたいなのがあってさ、ちょっとガチャガチャうるさいね、なんか今ね、この感じでさ、この船着き場だと思うんだけどね、ちょっとそのあれがうるさいんでちょっと離れますね。10掛けの法則って言ったらさ、30に大体10掛けたら300じゃん。だから現地の物価感覚で言うとさ、これ300円ぐらいの雰囲気だと思いますね。俺たち買ったら100円ぐらいなんだからさ、まあここの人たちはこれを300円で買ってるぐらいのイメージだと分かりやすいのかなって気がします。というわけでですね、今バンコク楽しんでるところなんですけども、今日の夜にですね、ついにこの今回の旅が終わっちゃいます。なんかちょっと切ないですね。帰ったら日本結構いろいろ大変なんだろうなと思いながらもですね、まあ、僕は僕でやることたくさんありますんで、きちんとしたミッションを果たしたいと思います。で、タイね、ものすごくいい国だなと思うんだけどさ、昨日、まあ、在住の日本人の人たちとですね、いろいろ話してたんですけれども、まあ、確かにね、タイの国民というのは穏やかだし、すごく幸せだっていうことは間違いないらしいんですね。ただですね、階級というのがすごく固定化されてるらしくって、まあ、財閥とか王族とかですね、もともと金持ちとかですね、まあ、普通ローガー底辺とですね、まあ、いろいろ階級がですね、きちんともう綿密に分かれてるらしくって、で速攻の間の行き来がほとんどないらしいんですよね。だから日本の場合はさ、貧しく、まあ、生まれてもですよ、何クソで頑張ってお金持ちになったり、まあ、その逆もあるわけですね。そういった意味では、まあ、もちろん例外はたくさんあるんでしょうけども、まあ、一般的にいくらでも金持ちになれるし、いつ何がどうなるかわからないっていう非常に平等化された社会だと思うんだけども、タイの場合はですね、まあ、そういうわけじゃなくてすごく固定化されてるんですよね。じゃあそのローアのね、その貧しい人たちがクーデターとか起こさなかったらさ、起こさないらしいんですよね。なんでかというとですね、このタイの王族、王様がですね、ずっとこういうことを、まあ、国税にしてたらしいんですね。それ何かというと、樽を知るというね、樽を知るっていうのが、タイの国税のようなものらしいんですよ。ですんで、今置かれた環境とか身分で十分幸せを味わいましょうっていうところらしいんですね。でそれはそうとして、これ誰もね、いや違うだろうってもう言わないらしいんですよね。ずっと続いてるらしいんでね。でタイというのはですね、他の国に侵略されたことは一回もないわけですよ。だからフィリピンにせよですね、ミャンマーとかラオスとかカンボジアとかですね、ベトナムとか、まあ、ずっと欧米の、ね、諸国に、まあ、植民地になったりしてるわけですけども、タイだけはないんですよね。シンガポールもマレーシアもインドネシアも全部どこかの植民地になってるわけですよ。タイはですね、そういった意味では王様がずっと守ってるわけで、その中で、まあ、樽を知るという、ところでですね、まあ、幸せで微笑ましい国であるんだけども、でそれがいいか悪いかって言ったらさ、まあいいんならいいんだと思うんだよね。けどですね、僕はちょっとね、満足できないかなと思うところあるわけですよ。日本でよかったなと思うわけですよ。やっぱりね、僕はいろんな国をとかいろんな世界を見てみたいというね、世界っていうのはその実際に国の名前ではだけじゃなくてさ、いろんなそのジャンルだったりですね、やっぱ見てみたいわけですよ。いや、そのためにはですね、何くそという頑張りとか、いやこれじゃダメなんだという自分を否定することも必要なのかもしれないんですよね。だけどね、じゃあみんながそうやって頑張れるかったらそういうこともなくて、じゃあ僕が頑張ってきたかったら全然そんなことなかったりするわけですね。何を隠そう、僕は全然頑張ったことないわけですよね。いやいや、そんなことないですよ。 Q さん毎日 YouTube 上げてるし、いろいろ頑張ってるんじゃないですかって本も書いてるしって言われるけどさ、 YouTube 上げるなんてさ、俺喋ってるだけですからね。いや、その喋りを身につけるためにいろいろ努力されたんじゃないですかって言われるかもしれませんけども、まあそれはやったかもしれないですよね。それなりにやり方がありますんで。でもそれは自分楽しいからやってるってことなんですよね。だから楽しくないこと俺できないんですよ。だからそういった意味では全然ダメダメな人間で、会社員もね4年しか勤めてませんからね。うん、これうまいですね。まあ、衛生状態わかんないけどさ、まあいいや。そうなんだよね。だから俺全然頑張れないからなんかうまくいってるような気がするわけ。まあ自分で言うのはなんですが、まあまあ俺の人生いいんじゃないかなと自分で思ってるんだけどね、うまくいってるんじゃないかなと自分で思ってるわけ。そんなんで満足なんですかって言われるかもしれないけど、その通りなんですよね。俺も満足なんですよね。だから今ちょっとね、何を話そうかと言ったらさ、こういう話したいわけ。どうすれば P 発に上がっていけるかって感じだよね。だからね、タイの人たちは確かに幸せなんですよ。でも上に上がれないんだよね。
でそれはそれでいいっちゃいいんだよね、うん、実際この年がら年中暑いし凍え死ぬことはないよね。だから雨さえしのげればどこでも寝れるわけでしょ。でマンゴーとか普通になってますからそれ取ってくりゃいいし、でお寺に行ったら食べ物がいくらでもあるんですね、まあ、この敬虔な仏教国ですんでみんなあのお坊さんが宅発に回って午前中にたくさんご飯をもらうわけでしょ。でそれをお寺に帰って食べるわけですけども、まずありすぎて余るわけですよ。でお坊さんたちはもう朝しか食べませんので、余るわけで、そのご飯は誰が食べてるかって言ったらいろんな人が食べに来るってことですよね。だからもちろん無料で食べに来るわけですから、そうなんだよね、食べて寝てっていうのが完全にできるんで、うん、治安もいいしね、うん、だからあんまりその暴動とかも起きないわけですよ、まあ、多少そのタクシーの運転手がぼったりとかさ、そういうのあるかもしれないけどさ、いや本当昔からそうだけども、タイというのは本当平和な国だなというのはこれ間違いないと思うね、うん、だけども上に上がれないわけ、下にも下がれないらしいんだけどね。で俺たちは上に上がりたい、でどうすれば上がれるかって話なんですけども、これステップが2つあるわけ。まず1つ目はですね、今この瞬間をめちゃくちゃ楽しむってことですよ。それだけ。だから俺の場合は常にやっぱ楽しんできたっていうのがあるわけで、楽しい時にあめっちゃ楽しいですねとかさ、めっちゃうまいですねとかさ、めっちゃハッピーですねってことね、俺よう考え結構言ってたよね。うん、だから酒飲んでさ屋台とか行くじゃん、福岡で会社帰りにね、ほんで焼酎飲むわけですよ、うまいっすねーとか俺よく言ってたもんね、そうやって。うん、だからなんかね、それ自分の今この瞬間をすげえ楽しむ才能あるような気がする、どんな状況であってもね。だけどね、楽しめない人いるわけですよ。楽しめない人はどういう癖があるかって言ったらさ、楽しんじゃいけないんじゃないかってね、楽しんだら罰が当たるんじゃないかとかさ、ね、今もさ日本結構大変な状況なんでしょ。でまあなんていうかな、まあ、僕の動画好きな人は、まあ、Q さんなんか相変わらず楽しいですねっていう形でさ寛容に見てくれるんだろうけども、でも中にはいるわけですね、この大変な時にさ何海外で遊んでるんですかって、不謹慎と思いませんかとかさ、不謹慎ってなんだって話なんだよね。すぐ不謹慎って神田うのがさスキー行ってるだけで不謹慎だろって言うわけでしょ。何なんだとね、なんでその苦しんでる人たちに合わせないといけないんだと、なんでその人たちに忖度しないといけないんだって話なんですよ。それ誰がハッピーになるんですかってことです。それよりも僕はね、その好き放題してる人たちのなんか動画とか見てる方が好きなわけね。でおそらく僕の動画見てる人たちもきっとそうだと思う。今現状すごく苦しかったりさ困ってるんだけども、でもどんどん良くなるよねっていう僕のこのメッセージに対して共感してくれる人がずっと見てくれるんだと思うね。で時々はね、お前なんで調子乗ってんだみたいな感じで言う人いるけどさ、俺も貧しいと思うよねそれってね。だからその多分ね癖だと思うわけ。だからちょっと変な話だけども、この俺のこの動画を見て、あそうだなというふうに共感してもらえる人は、俺それだけでねもう全然ハッピーになれますよというかさ、もうなってると思うわけ。うん、だからこれ別にですね、俺の動画を正当化するとかさ、他のなんかがダメとかそう言ってるわけじゃないですよ。一応その潜在意識とか心の法則を原理原則を言ってるだけなんだけども、僕は楽しいことをずっと配信したいわけですよ。ね、本当とことん楽しくありたいし、自分自身もそうだし、周りもみんな関わる人とかこれを見てくれる人が絶対みんな全員ですねハッピーになってほしいということを思ってるわけですよ。だから俺自身も楽しみたいわけで、自分が楽しまないと人を楽しませることはできないわけですね。イメージからするとね、これ飲んじゃったけどね、マンゴーのジュースをさ満たすわけなんだよ。で満たして、でそれからボロってこぼれたところでお裾分けする必要があるわけでもね、なんかね、なんかそのいい子ちゃんたちはさ、これ全然自分たちほんとないのにね、でこれを与えようとするわけですよ。で与えようとしてもこんだけしかないでしょ。で自分枯渇しちゃってさ、でいや私はいいんですみたいな感じになって全然楽しくなさそうでしょ。で与えるものが全然ないですよ。でもこのマンゴージュースをさずっと最後に満たすわけ、そしたらねボロボロボロいっぱいこぼれるんですよ。でどっからわかんないけどさ、どん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 注いでくれるんだよ。こぼれてもこぼれても注いでくれるかなぜか知らんけどね、ハッピーにしていると、ね、あるところに物は集まるわけ。お金もそうなんだよね、あるところにお金って集まるしさ、あるところにエネルギーって集まるわけなんでね。だからこれをずっと満たしていくとさ、ボロボロこぼれてそれをいろんな人にまあお裾分けしているとさ、上から上からどんどん降りていくんだよね。だから永遠とそういう富の循環というのはさせれるわけだ。そういう時は例えばこの動画を見て、あ、キューさん楽しそうだなといいなと、うん、で思ってくれるだけでだよ、注がれるわけなんだよ。なんかいい気持ちになるでしょ。なんかあーなんか楽しそうだなっていう、それだけでこれいいと思うわけじゃなくてさ、なら楽しんでやがんだみたいな感じになると、その人のこのコップの中には、まあ、あんまりマンゴージュースが入ってないんだよね。で、それを与えようにも与えられないわけですよ。
これお裾分けをもらいたいと思ってもさ、いや俺こんなやつからお裾分けもらいたくないもんねって拒絶するわけですね。まあ受け取りベタって言ったりさ、でまず自分自身が楽しんでいけないというふうにね、まあ、そういった心の癖があるわけなんだよ。だからまずはね、今この瞬間どんな状況でもいいから、あ楽しいんだなっていうところをちゃんと見つけて、俺その連続だと思うわけ。だから俺もずっと最初からこういうふうにさ遊びほうけてるわけじゃなくて、いや遊びほうけてるかこの15年間ずっと遊びほうけてるね。まあお金があったわけじゃないんだよね、全くね、ずっと。だけどもそれでも楽しいんだっていうことをずっと言い続けてきたもんな。だから僕の15年前のブログとか見てもらったら分かると思いますよ、何一つ愚痴こぼしてないからね。ほとんど愚痴こぼしてないよね。不平不満もほとんど書いてないもんね。常にやっぱり楽しい、ハッピーだね、簡単だとかですね、そういうことずっと書いてるわけなんだよ。でそうやって書いていると自分自身そうなるし、それを読む人がいて、そしていろんなチャンスが舞い込んできて、ハッピーが舞い込んでくるわけですよね。でそれが今 YouTube っていう形になっただけだけどもさ、うまいんだよね。だからまず自分自身を満たそうよってことです。で満たすのどうやって満たせるかって言ったらさ、不平不満とかさ、足りない部分に焦点当ててると、足りないのがずっと足りないまま足りない状況になっちゃうわけね。そうじゃないんだよ、今あるものってあるんだよ ね今あるものってで、うわこんなに今ちょっと減ったけどね、まだこんなにたくさんあるよねってさ、そしたら上からどんどん注がれるんだよね。そしたらそれこぼれていくわけで、それをみんなに循環するとどん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 富の循環という形でですね、まあ、天から降ってくるし、でそれでこぼれたものをみんなとシェアできるわけです。で俺もそのこぼれたものを自分で、受け取ったりですね、ハッピーな人同士がお互いにシェアし合ったりできるわけですね。でそうやって自分自身をまず満たした上で、じゃあどうなりたいかって考えるわけなんですよ。タイの人たちはどうなりたいのかっていうのはね、あんまり考えないみたいなんだけども、でもそれはそれでいいにしてもですよ、でも俺たちはやっぱりもっと面白い世界を見てみたいと思うわけ、もっと世界はね、俺今回アフリカ行ったけどね、まだまだ行きたいね、と思った。なんだというわけでさ、楽しいという気持ちをまず味わって、あるものに目を向けよう、あるものに目を向けよう、で今日ご飯食べました、このご飯食べれて嬉しいよねっていう、そういうふうに思うこの波動が、この感覚感情がさ、新しいエネルギー富をね呼び寄せるんだよ。でそれどんどん満たされていったら、シェアできて、シェアすると上から降ってくる。でその上で自分はどうありたいかっていうことを見ていけば、そういうふうになっていくっていうステップだよね。絶対僕のこの動画をね、本当にね見ていただける方はですね、もう幸せにしかなりませんので、本当マジ諦めた方がいい。本当この動画を見てくれる人はですね、本当にもうね、これからどん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 豊かになりますんで、そういう波動だから、これ波動だからね、これ間違いないですよ、法則だからさ。というわけで、帰るの名残惜しいけど日本でも頑張ります。どうもありがとうございました。